大家好，我是阿基哥，今天我来到了春光站的ルーバザー。あ、間違えた。今日は日本語で話します。いつも通り中国語で話し始めてしまいましたが、今日は中国語で、違う、日本語でここのスーパーに行って日本の食材が売ってるか見てみたいと思います。では行ってきます。ということで今日はですね、日本語で話していきたいと思います。まずは今ここの、スーパーですね、特に日本のものに特化したスーパーとかでは全く持ってないです。なので、日本のものはそんなに売ってない可能性がある。まず果物ですね、日本にないもの、これホオズキとかも売ってて、はいよ、オリーブとか、これはなんだかわからない、なんだろう、これ初めて見る、わかりません。あとこれも日本に多分ない、なんか果物って書いてるけど食べたけどそんな甘くないです。あとこれ、シャカ。これも多分日本にないんじゃないかな。あるかな。甲州はね、あったかいので果物がものすごい豊富なんですね。で、例えばこれも私の大好物です。いつも食べてる。ジャックフルーツですね。めちゃめちゃ美味しい。大好き。大好きなんですが、日本人の友達に勧めると、一定数の方が、苦手っていうので、必ずしも日本人の口に合うかっていうとそうじゃないかもしれない。これはなんだ、山ざし。これどうやって食べるんだろう、生で食べれるのかな。ちょっとドライ山ざししか食べたことないので生がどんな味かわからない。でこれ日本語だと文旦かな、ここな大きいんですね。ということで、果物は豊富に売ってます、めちゃめちゃ。あとこれロンガンって日本語もロンガンかな、竜の目って書くんですけど日本語わかんない、はい、ということで日本の食材を探しに行こう。確実に売ってると知ってるのはここ、タラーン、カルビーですね。ジャガビーが売ってます。カルビーの製品は結構売ってて、これ焼きもろこしとかカッパエビセンもかな、これカッパエビセンなのかな、違うのかな、ちょっとわかんない。あれ普通のポテチもあるんですが、あったこれね、普通のポテトチップス、日本語書いてある。ポテリッチもありますね。味は違うかもしれないけど、なのでお菓子はこの辺が日本のもの、こっちはないかなあ。長崎カステラ、これも一応日本語書いてるな。カステラ、抹茶とミルク、あとあるかな、おやつ。この辺はないかな。ちょっとそんなに日本のものにこだわって日々買い物をしてないので、あれな、あ、あるある、もう一個ありますね、絶対ある。こちら龍角散のど飴1袋で29元、580円ぐらいかな。こちらもですね580円ぐらい、29元で売ってます。あとはあとなんだろう、あ、メルティキス、明治もそうですね、明治も結構いろいろ売ってますね。こっちにもメルティキスあるし、アカデミアさん、あ、すごい抹茶もある。あとは、あと何があるかな、もっとおやつ、今日今売ってないんですけど、通常だとペコちゃんも売ってます。ペコちゃんの、ペコちゃんの飴、あとは、あ、もう一個ありますね、どこだ、ヤクルト、あれヤクルトどこだ、これも日本ですね。なんか電気チカチカしてる。もうすぐ旧正月なので今年の竜の絵がついてますね。こっちも500も売ってます。ドラえもんは書いてるけど、これは日本のブランドでは多分ないかな。あと何があるかな、飲み物は多分ないかな、コーラとか日本じゃないし、
消えたエイドも日本ではない。こっち行くと多分肉と卵で何にもないので、インスタント食品行ってみましょうか。醤油とかもあるか。どこだどこだ、あ、この辺だ、あったあった、これね、めんつゆ、マルケンと、このそばつゆ、めんつゆですね。あと刺身醤油とか子供醤油、あとこんなのも売ってますね。牛丼のタレ、寺岡屋の減塩醤油、味塩コショウ、29元なんで、これも580円ぐらいかな。で、バーモントカレーですね。バーモントカリー、カリー。こんな感じかな、日本の食材。あと何があるかな。この辺は中国の食材ですね。麺、日本の麺売ってるかな。醤油。この辺はもうがっつり中華ですね。ないない。あとはカップ麺も、あ、 UFO がある。へえ、日清焼きそばってちゃんと日本語も書いてますね。 UFO XO ジャン海鮮味、辛ラーメンは韓国。あと何があるかな。うどんとかは日本のあるかな、多分ない気がするけど見てみましょう。ラーメン、ラーメンないね。あ、でも日本語書いてる、しかも北海道って書いてる。これサウタオ北海道うどん1パック 3.9、 1パック78円。日本でいう、日本でもよく売ってる、あの茹でるだけの麺ですね。じゃあちょっと洗剤コーナー行ってみましょうか。あるかな。あのですね、このお店本当に特に日本に特化してないのでそんなにないんですけど、あ、でもアタックがある。アタック、これも日本ですね。あとはこれアリエール、アリエールは日本か。 P&G だからアメリカかな。アメリカかもしれない。あ、これはもうがっつり日本語書いてある。ダニよけ1本で43、860円ぐらい。こちらは1本59だから、59、60、1200円ぐらいか。で、エアコン洗浄スプレーとか持ってる。1本800円ぐらい。なるほどね。結構売ってますね。あとは、ない、名誉。チェービアンは名誉。ない。あと何があるかな。洗剤、あ、この辺もあるかな。ちょっとこの辺多分日本性、女性品、女性用品、女性衛生用品っていうのかな。あ、がっつり日本語書いてる。これガードハローとクリニカ。ガードハローが1本380円、クリニカが78円かな。で、子供用クリニカ、お、高いなこれ、49、1本1000円。クリニカはもっと安く売ってます。あとクリアクリームありますね。子供用1本390円、これも、あ、で、オーラ2とかも売ってますね、780円。結構いろいろ売ってますね。あとはスーパーマイルド、これもあります。ピンの、これもがっつり日本語書いてある。買えます。あとはなんだ。ラックスダブ。ラックスダブはでも違うか。アメリカかな。日本でも売ってるっていうだけですね、きっと。こんな感じ。あとは、あ、これ日本語書いてる。ボディーソープ1本。お、結構なお値段。69元。1400円弱。これが安くなってる、1本800円。こっちは1本1500円ですね。結構高級だ。あとはキレイキレイも売ってます。1本で500円、あ、違う、
50元だから1000円だ。1000円。まあでも売ってますね。これ洗顔だ。日本語書いてる。え ?59 元。あ、まあそっか、1200円ぐらいか。あとはおむつとかも日本のが売ってます。はい、到着で、グーン L32 枚で1500円。かわいいっす。ハギーは違うか。ハギーはメイゴじゃない、アメリカ。パンパースはどこの国なんだ。これも P&G なんで、ちょっと、まあ、パンパース L32 枚で2000円。これ高いな。これいいパンパースですね。もうちょっと安いパンパースがある。あ、ここでは売ってないけど、パンパースもうちょっと安いのあります。グーン、あ、でもそんなもんか。34枚の L サイズで2000円。おむつがね、高いんです。紙おむつが高級品です。あとは何があるかな。日本のもの、こんな感じかな。虫よけ、歯ブラシ。これ日本語書いてある。プレミアムケア。へえ、日本のかな。え、1本39元する。780円、高級だ。そんなに高いか。メリーズ、これは何。お尻拭きかな。お尻拭きだ。お尻拭きも売ってますね。はい、というわけで、あと何かあるかな。だいたいこんな感じかな。日本のお茶どっかに売ってなかったっけ。ここちょっと探します。お茶、あれ、すいません、動画見にくいですよね。あの、私すぐ携帯の画面を揺らしてしまうので、あのよくコメントで、あの見にくいですっていただくんですが、その通りですよね。ごめんなさい。あれ、サントリーのウーロン茶があった。よいしょ、これですね、サントリーウーロン茶。日本でもよく見るデザイン、無糖、1本100円、高原100円ですね。あとこれ好きでよく飲みます。2本で10元、2本で200円。サントリーも売ってますね。そんなものかな。あとポカリですね。これはうちもよくお世話になります。1本110円、5.5元。輸入じゃなく、あのこっちで作ってますね、ポカリは。ネスカフェはネスレだから日本ではないか。まあ、ネスカフェのコーヒーも売ってます。あ、これは日本ですね。フルグラ 500g で1000円。味違うのも売ってます。よし、で終わりかな。でレジですね。中国はセルフレジ多いです。日本も今はそうなのかな。セルフレジ、ハウス、こんな感じで、まあ高いけれども売ってるものはある。で、あの正直なところ、この動画を見てる中国に住んでる方はお分かりになるんですが、ほぼほぼスーパーで買い物しないんですね。あのネットスーパーで買い物するので、店舗には品揃えがあまり良くない店舗もいっぱいあります。で、私も店舗で買わないので、ちょっと今日何が売ってるか全然分かんなかったんですが、あ、でもよく見たことのあるデザイン、マカダミアが売ってる。これ春節用ですね。旧正月用に1箱69元、1400円ぐらい。なるほど。まあ、ということで、あのネットで買えばもっとあります。日本のもの結構何でも手に入ります。なんだろう、あの醤油、めんつゆ、ポン酢、結構何でも買えるので、あのこれから中国に来る準備をしている方、買えます。結構いろいろ、味噌とかも。ただ高い。で、例えば味噌って言っても、もちろん日本で味噌を買うよりも選択肢少ないので、少ない、でもゼロじゃないです。あの買えます。ということで、今後のこれから中国に来る方はその参考に
中国ってどんな国って思ってる方はその参考にしていただけたらなと思います。お茶を買いました。ヘイティー美味しいです。はい、ということで今日は中国のスーパー、日本の食材って売ってるの？ということでいろいろと見てみました。いつも皆さん動画をご覧くださってありがとうございます。もしこの動画を気に入っていただけたら高評価、コメントお待ちしております。また、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。シャンラーラー是个湖南菜的餐店，好好吃，款河粉拉面，很好吃，孩子们很喜欢。